その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。あれから2年、シガンシナクを出た3人は第104期の訓練兵となり、教官に鍛えられる毎日を送っていた。どうした第104期訓練兵団、ここには役立たずしかいないのか。立体機動装置を扱えない奴はおとりにも使えん。他の連中も聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやっているのだ。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。次、用意はいいか。この装置を使いこなせるようになれば巨人どもなんて敵じゃない。俺は強くなる。巨人を一匹残らず駆逐してやる。まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。これができなきゃ話にならねえ。やってやる。ガスを吹かせば高速で動くことが可能だ。限りあるガスを有効に活かせ。戦闘中にガス切れになったらまずいもんな。ガスの残量に注意しておかねえと。よし、いいだろう。これで貴様らでもおとりくらいは務まるはずだ。次は巨人を模した目標に対する攻撃訓練だ。まずは小さい巨人からやってもらう。巨人の弱点部位を理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。遅い。実際の戦場でそのざまではすぐに巨人の胃袋行きだぞ。次は大型の巨人に対する攻撃訓練だ。すればガスは吹かせば消耗する。刃の乾燥とガスの補充は戦闘に必須である。
以上を踏まえ実戦を想定した訓練を行う。各自判断して必要があれば補給しろ。訓練兵、刃とガスはここで補給できるぞ。足りなくなったらすぐにここへ来い。助かった。これが本日最後の訓練だ。総合的な巨人討伐技術を見せてもらう。これから目標が複数体出現する。時間内に可能な限り多くの部位を攻撃しろ。助かった。よし、他の奴らより早く目標を見つけて部位を片っ端から削いでやるぞ。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね。じゃあ獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。立体起動装置うまく使えてるみたいだ。ああ、なんとかな。だがもっと上手くなってやる。苦手だけど頑張らなきゃ。アルミ、お前ならやれるって。俺も手は抜かねえけどな。ここまで。時間だ。訓練終了。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。エレン・イエーガー、お前が1位だ。やった、やったぞ、1位だ。各々、今回の結果を踏まえ、さらに訓練に励め。解散。疲れた。もっと体力つけなきゃ。エレン、立体起動のコツはつかめたか。いや、対人格闘術ならライナーに負けねえけどな。お前だって兄に投げ飛ばされてただろ。なんならまた投げ飛ばしてあげるよ。兄はいつもクールだな。対人格闘術なんて点数にならねえんだ。どうだっていいさ。ああ。じゃあそんなに点数が大事かよ。当たり前だろ。憲兵団に志願できるのは成績上位10人だけなんだ。俺たちは真面目に訓練をやり抜いて内地で快適に暮らすんだよ。なあ。いや、僕は
何のための訓練だと思ってんだクズが。何だと？二人とも落ち着きなよ。巨人から遠ざかることしか考えてねえ兵士なんている意味ねえだろ。俺は現実を見てるだけだ。お前みてえな死に急ぎ野郎とは違うんだよ。エレン、やめて。おい、ちゃん。お前の志望は調査兵団だったな。ああ。俺は調査兵団に入って、この世から巨人を駆逐する。その後も第104期訓練兵たちは厳しい訓練を耐え抜き、卒業の日が近づいていった。3年間の訓練を終えた第104期訓練兵はついに卒業の日を迎えることとなった。心臓を捧げよ。はっ。本日をもって訓練兵を卒業する貴様らには3つの戦壁の強化に努め、各町を守る駐屯兵団、犠牲を覚悟して壁外の巨人領域に挑む調査兵団、そして王の下で民を統制、秩序を守る無論憲兵団を希望できるのはこれから発表する成績上位者10名のみである。クリスタ・レンズ、サシャ・ブラウス、コニー・スプリンガー、マルコ・ボット、ジャン・キルシュタイン、エレン・イエーガー、アニ・レオンハート、ベルトルト・フーバー、ライナー・ブラウン、主席ミカサ・アッカーマン。やっとここまでたどり着いた。今度は俺たちが巨人を食い尽くしてやる。マルコ、これで一緒に憲兵団に行けるな。内地での安全で快適な暮らしが待ってるぜ。ああ、王の近くで仕事ができるなんて光栄だ。まだお利口さんをやってんのか。言えよ本音を。おいちゃん、お前おかしいとは思わねえのか。巨人から遠ざかるために巨人殺しの技を磨くなんてよ。今さら何言ってんだ。これが現実なんだよ。俺のためにもこの愚策は維持されるべきだ。このクズ野郎、4年前の作戦で人口の2割以上失って答えは出たんだ。人類は巨人に勝てない。勝てないと思うから諦めるのか。確かにここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。負けはしたが、得た情報は確実に次の希望につながる。お前は何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄して内地に引きこもるのか。冗談だろ。そんなに外に出たいなら一人で行けよ。死に急ぎやろうが。俺は巨人を駆逐して狭い壁の中から出る。調査兵団に入ってな。母さん。逃げなさい、早く。ハンデス、子供たちを連れて逃げて。見くびってもらっちゃ困るぜ。確実に二人だけ助けるか、戦って全員助ける賭けに出るか。俺は
生き延びるのよ。行かないで。マリアが突破された。どうしてこんな目に。あいつらこの世から駆逐してやる。一匹残らず。はあ、調査兵団にするって。コーニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。あの皆さん、長官の食料庫からお肉取ってきました。サーサー、お前独房にぶち込まれたいのか。大丈夫ですよ、後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。お前ら、あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。通りやれば十分巨人と戦えるぞ。
されるところだった。こいつはさっきより大きいぞ。一人でやれんのか。駆逐してやる。しやがれ。エレン、戦うなんて教わっただろう。俺も一緒に戦うぞ。私も行きますよ。俺とサシャで奴の注意を引く。エレン、お前は同じを狙え。お前ら、よし、行くぞ。駆逐してやる。コニー、サシャ、ありがとうな。おう、みんなでやればなんとかなるもんだな。エレン、もういいだろ。壁に穴が開いちまったんだ。これ以上ここに留まるのは無意味だ。いや、まだもう一匹いる。なんだ。目標、壁外正面、超大型キャンディ。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。5年ぶりだな。こいつ、さらに壁を壊す気だ。巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて
突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛部を中東兵団の迎撃班、中衛を司令班が率いる訓練兵団、後衛を中東兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。なお伝令によると、先遣班はすでに全滅したとのことだ。外門が突破され、巨人が侵入してきている。住民の避難が完了するまでウォール・ローゼを死守せよ。解散。はっ。なんて今日なんだ。明日から内地に行けたっつうのに。アッカーマン、お前は後衛部隊に入れ。住民の近くに一人でも多くの精鋭が必要だ。待ってください、私の腕では足手まといになります。おいミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でもエレン、頼みがある。一つだけ。どうか死なないで。死なないさ。こんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。なあアルミ、こりゃいい機会だと思わねえか。調査兵団に入団する前によ、この初陣で活躍しとけば俺たちは新兵にしてスピード昇格間違いなしだ。ああ間違いない。言っとくけど、今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。誰が巨人を多く狩れるか勝負だ。数をちょろまかすなよ。34班前進、前衛の支援につけ。よし行くぞ。おう。状況は、先遣班はどうなっているんだ。アルミンとはまとまって行動した方がいいな。ついてこい。エレン、僕も行くよ。もう街中に巨人が入り込んでいる。俺たちで倒すぞ。
補給ができねえぞ。本部はなんとか無事だね。補給を急ごう。では十分な戦果だよな。私だって負けないから。
物のお出ましか。気をつけるんだエレン。総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。飛行士さん！何しやがる！待ってやがれ！よくもどうなすろ！俺たちを無視する。飛行士だ。考えても無駄だ。早い。精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ。
詰まってんだよ。あれは救援要請か。命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら石川塚、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。エレンは僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。全員で本部を目指せ。死んでたまるか。よし、俺たちも続こう。まだ1個に。これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。邪魔になるって。
きます。今度こそ頑張りますよ。なるべく多くの兵士に呼びかけて本部に向かうようだろう。協力してください。私たちと一緒に本部に乗り込みましょう。うん、よし、みんな本部を取り返そう。奪還のため仲間が戦っています。加勢してください。分かった、みんなやるぞ。危ないのか、急いで行かなきゃ。もう終わりだ。狙う。
おい、手を貸してくれ。本部を奪還するんだ。本部？やってみるか。みんな、行こうぜ。作戦を決行中なんだ。本気なの？狙う。分かった。頼む。みんな、勝ちましょう。よし。これじゃない。あれ。人間様の恐ろしさ、見せてやるぜ。巨人なんて怖くないぞ。ごめんなさい。生き延びて。僕は憲兵団に入るんだ。死んでたまるか。頼む。わかった。やってやりますよ。人類の怒りを思い知れ。すげえな、ミカサは。どうやったらあんなに早く動けるんだ。いや、いつも見たら冷静じゃない。このままじゃいずれ。ミカサ！この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。もう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわが巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。そ
その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。あの巨人、なぜ襲ってこない？あの巨人は他の巨人を倒してくれる。なら、あの巨人についていけば。邪魔しないで。あの巨人は巨人の弱点をさばいて理解して攻撃している。相変わらず人間には無反応。普通ならとっくに襲ってきているはず。巨人は…なんだ、飛行士か。とにかく本部に急ぐぞ。みんなが戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。それ散らして聞いてくれ、提案があるんだ。あの巨人を本部まで誘導できないか。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルミンの考えなら私が従う。行けよ。はっ、くそ。分かった、やってやる。それであいつをどう誘導するつもりだ。あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。邪魔しないで。あっちは苦戦してるのかよ。狙う。なんだ、巨人どもがみんな本部へ向かってるぞ。人が集中しすぎた。本部が壊された。バカだね。僕たちはもう終わりだ。あの巨人を誘導してくれ。カッサバイティ、俺天才かもな。カッサバイティ、一旦壁上に撤退したいが、巨人が邪魔だ。まだ無事だ。味方、他の巨人が近づいてきている。助かったぞ、アカマ。ケチらしい。援護をお願いします。本部に訓練兵が取り残されているんです。メンデン、こちらでできるだけ周りの巨人を引きつけておこう。ケチらしい。
このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。無縁弾やばいってことだよな。ごめんなさい、アルミ。感謝する。部隊長、もうガスが切れてしまいます。助けてください。援護してやりてえが、巨人と近すぎて砲撃はできねえか。カッサバイト落とした。狙う。生きられるのは勝者だけ。助かったぜ、ミカさん。エレとアルミンは無事か。うん、ケチらして。おっと、だよな。この辺の巨人は俺たちに任せろ。生きられるのは勝者だけ。巨人どもね、私たちに壁を登らせない気か。救援要請だ。蹴散らして。助かったよ。本部にまだ訓練兵が残っています。援護してもらえませんか。何だと。分かった、本部方向へ行こうとする巨人を引きつけておく。ありゃ、なんだ。ミカサ、無事だったか。みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも、俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば、俺たちはここから脱出できる。夢じゃない。ご
ここであの巨人により長く暴れてもらう。それが現実的に私たちが生き残るための最善策。議論は後だ。あの巨人が暴れている間に補給しよう。あの巨人は波の巨人より強い。あいつが派手に暴れているうちはこの建物も潰されないだろう。よし、あと少しで本部にたどり着けるぞ。あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと。例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと？本気で言ってんのか？さすがに力尽きたみてえだな。Thank you.
エレンだ。エレンはあの時巨人に飲み込まれた。一体何が。これをエレンがやったってことか。みんな無事でよかった。エレンやミカサはまさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。おい、あいつ気がついたか。エレン、ちゃんと体は動く。意識は正常なの。アルミ、なんで俺たちは囲まれてるんだ。なんなんだみんなの目は。まるで化け物を見ているような。いいか訓練兵、下手にごまかせば榴弾をぶち込む。率直に問う、貴様の正体は何だ。人か巨人か。質問の意味が分かりません。シラを切る気か化け物め。大勢の者が見たんだ、お前が巨人の体内から姿を現した瞬間をな。そんな、自分は人間だ。そうか、仕方ないことだ。私は間違っていない。誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。悪く思うな。なんなんだこりゃ。おいお前ら大丈夫か。エレン、これは。わからん。だがこんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。無茶を言うが、アルミンがもしここで中東兵団を説得できると言うなら俺はそれを信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの。お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが。いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら
俺もミカサも巨人に食われてた。アルミ、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で走ってまといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ。彼は人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。エレン、ミカサ、私はトーニー、人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。その信念に従った末に命が果てるのなら本望。彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わさればこの町の奪還も不可能ではありません。人類の栄光を願い、これから死にゆく全てもの間に彼の戦術勝ちを解きます。うっ、予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ピクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。注文！これよりトロストク奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。俺もだ。反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。ダメだ、家族だけは。もしウォールローゼが破られればもはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。
どうかここで、ここで死んでくれ。イエーガー訓練兵の援護のため大岩付近の巨人を排除せねばならん。街中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。こんなに巨人が密集してるのに倒せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。そうすれば敵上からの援護の攻撃で倒しやすくなる。負けるもんか。巨人が出現して以来人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功した時、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。その時が人類が初めて巨人に勝利する瞬間であろう。これは人類が奪われてきたものに比べれば小さなものかもしれん。しかしその一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。僕の立てた作戦が採用されたけど、この作戦で正しかったのか。同期で座学がトップのお前が考えたんだ。うまくいくだろう。怖くないとキリがねえぞ。頼んだよ。あっちは返してやるのかよ。持ってきたから使ってくれ。ジャンも呼吸班だ。その辺にいるはずだ。見かけたら助けてあげてくれ。救援要請確認。向かいます。逆に立てた。補給物資を持ってきた。お前も使ってくれ。負けるもんか。頼んだよ。役に立てた。負けるもんか。頼んだよ。鬼、なぜここに。怖くなる。
がないぞ。逆に立てた。負けるもんか。頼んだよ。巨人には閃光弾か音響弾のどちらかが効く。逆に立てた。どちらが有効か見極めて使うんだ。助かったよ兄。一人で何しているんだ。罠を運んできたんだ。頼んだよ。この辺の巨人を倒すのに便利でしょう。同じ班のライナーたちがはぐれた。見かけたら私は無事だと伝えておいて。の周りに飛行士が集まってきています。これではエレンが近寄れません。飛行士が直接叩くしかない。巨人は排除できた。他の巨人はうまく町の隅に誘い込めている。ここまでは作戦通りだ。エ
とは任せたぞ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。ここだ、行くぞ。人間の比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。どうして。おい、アルミン、どうして私が分からないの。お願い、生きられるのは勝負。作戦は失敗だ。了解だ。撤退するぞ。待て、狙う。撤退はまだだ。回収するまでエレンを巨人から守るぞ。かっさばいて邪魔しないで。彼は貴重な存在だ、置いてはいけない。作戦を変えて彼を守るんだ。ために今回数百人は死んでる。ただ続けるなんて正気なの。なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を知らせる。どうやって巨人に勝つ。全然の方法。落とした。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打ってけなげに尽くすしかない。
なんとかしのいだな。しかし、そろそろ限界が近いな。罠を起動してくる。高速用の装置だけど、足止めには使えるはずだ。俺はもっと前線に出て、巨人を食い止める。いや、あのガキは頼んだぞ。狙う。お願いします。了解だ。ピクシス司令からの伝令かもしれない。確認してきてくれ。ここは俺に任せろ。いいところに。仲間とはぐれた。一人じゃ手に負えねえ。手を貸してくれ。ケチらしい。生きられるのは勝者だけ。助かった。作戦は失敗だったんだろう。ならさっさと撤退しようぜ。待て。一緒に仲間を集めてほしい。エレンを守るために邪魔しない。人手がいる。エレンも分かったよ。カッサバイゲル落とした。味方が苦戦している。行かないと。恐ろしさ、思い知れ。すまない。これから巨人高速用の罠を起動する。この罠が命中すれば巨人の動きを止められる。その間にうなじを狙ってくれ。次。同じにかけて縦1メートル横10センチ。大丈夫。真ん中さえ避ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミ、エレン聞こえるか。ここから出てくるんだ。お母さんの敵はどう。僕たちはいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一
歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの？どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。敗の縁談が出たのに、まだ巨人の誘導任務を続けてんのか。一人では危ない。一緒に行動した方がいい。撤退命令が出たわけじゃないだろ。僕は任務続けるよ。はい、どうだ。カッサバイディ、僕なら大丈夫。ミカサたちも気をつけて。
ちはみんな生まれた時から自由だ。それを拒む者がどれだけ強くても関係ない。戦え。どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。どれだけ世界が残酷でも関係ない。巨人に勝ったよ。